ソーシャルメディア上の分断みたいのがよく語られる時代にあって、僕たちはどうしたらいいのか、その分かり合えないことをどう捉えたらいいのかに思いを馳せるためにすごく良い本なんじゃないかと思ってます。この本です。ドミニク・チェン、未来を作る言葉、分かり合えなさをつなぐために、人と人とのコミュニケーション、分かり合えなさをつなぐためにって副題がついてますけれども、そのコミュニケーションについて考えた。で、これを単にその学者として考えるっていう論文的な側面も、そのニュアンスもあるんですが、どちらかというとドミニクさん自身の出自、どういう家庭に生まれてどういうことを考えながら育ってきたかっていうことを踏まえながら書いてる本なんですね。ドミニク・チェンさんという方は情報学の研究者で、今早稲田大学で教えてらっしゃるんですけれども、お母さんが日本の人で、お父さんが台湾系の人で、小さい頃は東京のフランス語学校に通っていて、で高校ではフランスで過ごし、大学はアメリカで過ごす。なので民族的バックグラウンドとしてそもそも複数の文化が混じっているし、かつ言語的にも日本語、英語、フランス語で、さらに他の言語にも家族の中では触れて育ったっていう人物なんです。なのですごく複雑なバックグラウンドがあって、それは言葉っていう意味だけでなく、言葉の背後にある複数の文化圏にその触れてるってことでもあると思うんですね。でこの本の中で紹介されてる考え方に、ジル・ドゥルーズという思想家の脱領土化っていうのがあるんです。でこれどういうことかっていうと、人は誰しもその自分の領土みたいなものがあって、しかしその領土から外に出ないことには、自分がそもそもどんな形の領土にいたのかがわからないし、新しい価値観も触れることができないというようなことが書いてあるんです。でドミニクさんは物理的にも国を移動し、また言語的にも文化圏を移動する中で、常々脱領土化を行ってきて、人とのコミュニケーションについて思いを馳せてきた人である。だからこそそれについて考えていることをそのまとめられたわけなんですけど、これは実は僕自身のバックグラウンドと重なる部分があるなと思うんですね。僕は親は2人とも日本の人ではあるんだけれども、中学生の時父親の仕事の都合で香港で過ごしていました。で香港は当時返還前で、広東語とそしてイギリスの英語っていうのが両方使われていたので、でこれすごく面白い、状況で、例えば地下鉄に座った時に隣に座ってる人がどんな言語的バックグラウンドを持っているのか、何の国籍なのかっていうのは当然わからない。いろんな可能性があり得る。それはイギリス、香港っていう二択にも収まらないかもしれない。いろんな人がいるんですよね。でこの緊張感ってずっと日本で過ごしていると時々忘れてしまう感覚ですね。今隣にいる人って同じような感覚を持ってるんじゃないかっていう決めつけとか偏見っていうのを投影してしまいがちで、でもあらゆる年において実は隣にいる自分と同じと思ってる人は全然違うんだよっていう。なんで隣にいる人って何者なんだろう、自分と近い人でさえ全然違う考えを持ってるかもしれないっていう、その決めつけない態度っていうのってほっとくと忘れちゃう。それを常に思い出していたいなっていう思いをこの本を読みながら感じ直してました。自分なりの共感をしながらこの本を読んでったんですけど、ドミニクさんの声で自分の中でこれが音読されているような体験があって、語りかけてもらっているような、そして自分自身はこう思うなっていうのをたくさん書き込みながらこの本を読みました。なんでいろんなところにページの合間に書いたりもするし、線を引いたりもするし、
もしくは冒頭のとこにはまとめて自分なりの感想をですねたくさん書き込んだりもしました。かつ言葉を書くだけじゃなくて自分なりの記号を当てはめるんですけれども、例えばこれだったら A とは B でやるっていうふうに言い切りで定義されているようなとこには四角を振り、あ、これ後で参照したい引用句だなと思ったらダブルクォーテーションマークを書き、自分なりの連想をしたら吹き出しのマークを書くなんていうふうに自分なりのマーキングのルールを決めて、書き込んでいったりしてます。で、面白かったのがこれホテルの滞在先で読んでいて、万年筆で紫色のインク入れてこれ書いてたんですけど、インクなくなっちゃったんですよ。でかすれていっちゃって、あ、やばい足りない、でもこれ本読み終わるからもう読み切りたいと思って万年筆の中に水を吸ってですね、で線を引きながら書き続けていったら、当然紫色がどんどん薄くなっていくんですね。なんでページをめくっていくとこの辺までは濃い紫なんですけど、だん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 薄くなっていくんです。で、書き込むほどに自分の書く言葉とドミニクさんの字の文というのがなんか混じり合っていって、自分の言葉が透明に溶けていくような、そんな感覚を得ました。だから著者の言葉と自分の言葉というのがなんか混じり合っていって、まさに今ここにいないドミニクさんと僕という存在がその共在しているような、そんな自分勝手な妄想を抱いたんですね。だからやっぱり今ここにいない著者、本の向こう側にいる著者との対話みたいなのをについてもその考えさせられるような、そんな一冊になりました。